動画のご視聴ありがとうございます。旅する生き物が芝おしいです。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。今回ですね、関東の駅100選に認定された記念として発行されている房総横断乗車券という片道乗車券を利用して旅をしてるんですが、中でもこの動画が皆さんにお見せしたい動画かもしれません。というのも小湊鉄道は集中豪雨によって一部区間が運休状態になっていまして、より詳細な区間を申し上げると上総牛久駅から甲府台駅までの区間運休になってまして、この区間については代行バスが運行しているということです。でもう一区間あったんですけれども、実は運休区間が、こちらの方は早期に復旧したということで、2021年の8月21日から厳密には里見駅から終点の上総中野駅までの区間運行再開になったということです。で今回はその以前運休状態にあるという上総牛久から甲府台の間の被災現場、これを皆さんにお見せしようと思いますので、ぜひ最後まで見てください。では今回の旅も始めていきます。運休状態にある熊田出駅で現場の作業員の方がいらっしゃって、その方にお話を聞いたところ、熊田駅から下り方面に向かって5、6分歩けば被災現場あるそうです。今この区間も早期復旧に向けて、より詳細な期日、小湊鉄道のホームページにあった日程によると、今年の10月の中旬には全線運行再開を目指しているというお話なので、現場の作業員の方の一日も早い復興という努力の様子も一緒に確認していただければいいかなと思っています。今画面中央にトラックが見えると思うんですけれども、このトラックが作業しているところが今回の集中豪雨で被害を受けた現場なんだそうです。作業員さんが懸命にお仕事なさってます。邪魔にならないように気をつけながら撮影を続けたいと思います。ご覧のように周辺はのどかな水田地帯です。今の時間帯あまり人の姿もありません。こういう土地柄、場所だからこそ集中豪雨により被害大きくなるんだろうなと思いますね。これが現場だそうです。向こう側で作業されている方がいらっしゃるので、これ以上接近するのは控えてくださいというふうに現場監督の方からも言われましたので、ここまでにしたいと思います。今懸命に作業されて、そうですね、こう言ってはなんなんでしょうけども、僕水郡線の第6奥久慈丘陵ですか、あれが落ちてるところを見ているので、それに比べればまだ復興中の幸いと言いますか、早期の復旧が可能なのかなという印象を受けました。現場には建設機械ですとかいっぱいあって、ここまでにさせていただきたいな思います。
はい、どうもありがとうございます、はい、というわけで小湊鉄道の馬立て上総牛久間における集中豪雨の被害現場を見ていただきました。今回は短い動画になったと思うんですけど、どうでしたでしょうか。ぜひコメント高評価チャンネル登録お願いします。一日も早い復旧がなされるといいですよね。最後まで見ていただいてありがとうございました。雨が降ってきました。気をつけて帰りたいと思います。